はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちらかなり突発的なネタではあるんですけれども、ちょっとお買い物をねしたんで、こちらご紹介していきたいと思います。はい、こちら、スマートウォームコースターって書いてありますけれども、まあイラストの通りね、こういう温かい飲み物、コーヒーとか、まあココアとか、いろんなものをカップに入れたまま温めて、保温しておける、まあ機械なんですよ。まあ言ってしまえばね、そんだけのものなんだけども、僕ちょっと使い方違うんですよ。まあこれからは使っていくんだけど、発端としては、僕ずっとね、これ、まあそのちょっと特殊な使い方で欲しいと思っていて、でそれの話題が昨日ね生放送で出たのよ。毎週僕生放送してるんですけど、その中で、まあ、僕こういうのずっと欲しいんだよねって話をしたら、視聴者さんがあのAmazonでその用途じゃないけど、こういう風に例えば USB 保温コースターとかで検索すればこう出てくるよって教えてくれたんですよね。でその場で検索したらこれ出てきて、あ、まさにこれ俺の欲しかったもんやと思ってもうねその場で注文しました。はい、もうねずっとこういうの欲しかったんですよ。はい、じゃあとりあえず開けていきますか。よいしょっと。まあ別にあのメーカーさんにこだわったとかそういうわけではなく、単純にね、Amazon で検索して、まあこれ出てきたんで、まあデザインとまあ機能とある程度見て、あ、まあこれいいなと思ったのを買ったんですけど、はい、こちらいいね。はい、こちらですね。若干カメラがね、反射して映ってるぐらいの、こう、キラキラテカテカなね、表面ですけれども、ここに、まあ、コーヒーのね、カップとかを乗せて保温しておけるわけです。まあ、このあたりがあったかくなるところですね。で、電源はこの、普通にコンセントに挿す、やつですね。じゃあ、もったいぶらずに、僕の用途話しますか。僕は、これ、カップ、カップを温めておくんではなくて、サーバーを保温しておきたいんですよ。2,3,000円くらい、高くて 4,5,000円くらいで、そうね、このサーバーのウォーマーが欲しいかな。あ、Amazon USB で保温コースター検索すれば出てくる。マジで保温コースター、マジじゃん。うーわ、これは来た。あ、これ、おい、マジか。値段もちょうどいいじゃん。3,299円。あれ、てか、いくつかあるし。どれが一番いいかな。しかもそこそこ評価高いぞ。いや、でも桜とかもあるからな、ちょっと信頼。マジ。あ、ほんまや。買います。もう、なんだったら今ポチるよ。いや、でも、多少考えた方がいいか。おい、マジか。ハリオさんとかからも出てるんですよね。コーヒーサーバーを保温しておく。違うな。ティーサーバーかな、を保温しておく、ティーウォーマーってやつ。なんかちょっとした器の中にこうろうそくを入れておいて、そこにちょっと蓋をして、その上にこうティーを乗っけるってやつ。まあ火で温めておけるってやつですね。だけど僕、まあ紅茶はいいと思うんだけど、コーヒーはね、あんまり火に当てたくないんですよ。実際自分でやってみて、コーヒーって火に当てると結構臭くなるんだよね。それがどうしても嫌で、電気式のやつを探していたんですよ。いや、コーヒーと、こう、保温だけで検索していたら出てこなかったんだよね。そうか、これは、マグカップを温めておく機械なのかと、Amazonでね、見つけてしまいました。いや、これ、いや、いいでしょう。僕、よくパソコンのあたりでね、コーヒー飲むんですよ。食後とかですね。基本的に僕、パソコン周りで生活をしているので、そこでね、常に温かいコーヒーを飲みたいわけです。で、さらに、これ、まあ、要はサーバーを温めておきたいって僕言いましたね。だからマグカップってさ、まあ、こう置いて温めておけますけど、これだと全体熱いじゃん。要は。僕、コーヒーってサーバーに落として、カップに、ちっちゃめのカップに移して、こう飲むのが好きなんですよ。2回くらいに分けて。300cc くらいかな。1回で抽出して、120から 50cc くらいの、まあ、カップで飲むのが好きなんですよ。そうすると、まあ、冷めるのが早いですよね。最初熱々だからさ、コーヒーって300も入れると激熱なんですよ。で、それ150に分けることによってある程度飲みやすくしていつも飲んでいるんだけど、こっちに残った分ですね、このコーヒーサーバーに残った分もカップに注いだ方と一緒に冷めるから、例えばこっちはちょうどいいんだけど、これを注いだ頃にはもうぬるいっていうねことが多々あって、どうしようかなと思ったんですよ。でもやっぱりカップ使いたいし、お気に入りのカップってやっぱコーヒーって飲みたいじゃないですか。まあ温度の面で言ったらね、マグカップもそんな変わんないんですよ。結局さ、
全部注いでしまったら、最初は熱々でなかなか飲めないんだけど、冷めてきたらこう飲めるようになるよね。だけどその頃にはもう全部ぬるくなってるから、もう一気に飲み切らないと最後の方冷たいみたいなこともあってうまくいかないもんですね、やっぱね。で、それを解決してくれるアイテムがなんかないかなと思って、だこういうねやつを探していたんですよ。これマジちょうどいい。うん、飽きたね。まあ、USB のね、端子を挿すタイプも、あるにはあったんだけど、いや、結構ちょっと、チャチくて、どっちかって言ったらこういう AC 電源を、取れるやつの方がしっかりしてる印象があったんですよね。で、特にまあ、これはそうだったし、で、まあ、よく考えたら僕個人としては、パソコンを使って仕事をしているので、結構ね、端子が埋まってるんですよ。そうすると、まあ、分配したとしても結構パソコン周りがごちゃつくので、まあ、電源から取ってもまあいいかなと思って、はい、こいつを買いました。まあ用途によってはね、 USB とか使ってもいいと思います。はい、ほんじゃまあとりあえずね、コーヒーを、ちょっと多めに入れて、いい香り。よし、オッケー。そしたらば、コンセントを挿したこいつの上に乗っける。おついた。なんかこいつは重力センサーが入っていて、これ乗っけるとつくんで、外すと消えるって感じみたいですね。うん、まあ便利ですね。じゃあ、はい、こちら、いつもね、小分けにして僕コーヒー飲んでるんで、こうして、はい、じゃあ注ぎの。よし、で、ドッケーの。あーいいじゃん、あーいいじゃん、うわーマジか。来たなー、来たなー、うん、あー、うわー、この安心感。いや、これずっとやりたかったんよ。いや、これまでさ、蓋とかもしたりね、いろいろ試行錯誤はしたんだけど、結局やっぱこのサーバーを温めててほしいんですよね。このお気に入りのサーバーとコーヒーカップを使った上で、こう最適な温度のコーヒーを飲みたいわけですよ。まあ今ね、まだ乗っけたばっかりで、使い始めたばかりだから、まあ保温性能、まあこれからちょっと見ていこうと思ってますけども。いやー、いい。いいね。で、この商品ページに、重量センサー、重力センサーが、400g くらいで、反応するって書いてあったから、ちょっとこのね、今あんまりまだコーヒー入ってないこの状態で反応するか正直ちょっと心配ではあったんだけど、今ちゃんとついてるから、だから要は多分ね、これ 400g のに達しないものを、あ、こうやって乗せるとこれだけじゃつかないけど、一回作動させてしまえば、ほら、あ、こうやってつくんだよ。うん、全然、ああ、重量の問題クリアされたね。で、物もすごい高級感あるし、で、このシンプルな感じがいいね。他にもさ、結構ゴテゴテした感じのやつとかもあったりとかするんだけど、やっぱ、シンプルに済ませたいんだよね。僕、均等のコーヒーサーバーこれ好きで使ってるんだけど、これにね、あんまりこうゴテゴテしたウォーマー使うのもなんかちょっとダサいかなとも思うし、まあ、好みですね。パソコン周りに置くにも、やっぱこういうのはシンプルでいいかなって思うし、これ防水だからこぼれても大丈夫だし、まあ僕みたいにね、ドジでも全然いけるので。いや、これはいけるな。うん。これから、ちょっとよりコーヒーライフが楽しくなりそうです。あー、よかった、マジで。いや、こういうウォーマーって、
あの結構パワーの強いタイプもあるんだよね。でもそういうのだと加熱しすぎちゃうんだよね。加熱しすぎてしまうとコーヒーが揮発しちゃったりだとか、そういうのも問題も発生するので、で特に火を使うやつとかもね、いやこれ55度とかだったかな、そのくらいの温度で保ってくれるし、シンプルで防水でコンセントに挿して一発16センサーもある。なんでこれ気づかなかったんだろうマジでもっと早く買えばよかったな、ね、これ本当に突発的に撮った動画だからさ、別に何もシナリオとか考えてないし、まあ、もともとそんな考える方ではないんだけど、いや欲しい、よし買った、よしレビューするぞって感じで今回ね撮ったんでまあちょっと拙いところもあったかもしれませんが、いやマジでねいいと思いました。はい、もしよろしければこちら、Amazon のリンク貼っておきます。はい、よろしければチェックしてみてください。まあ、3000円いくらして、まあ、結構お高めではあるんだけど、そんだけの価値はあるかなって。毎日使うからね、うん、僕は大満足。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。はい、また次回お会いしましょう。じゃあね。どう、あったかくなってる？あっちゃ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 十分ですはい、というわけでおまけでございます。あれからね30分くらいあえて、コーヒー置いときました。まあまだ全然ね湯気出てて熱々の、コーヒーが保たれておりますね、しっかりね。じゃあこいつ飲んでいこうと思いますけれども、あーうん美味しそううん、あ、うまい。まあ、とはいえ若干ね、ちょっと置いといてるから、ちょっと入れたてよりはちょっと味落ちてるけど、あ、それでも十分うまい。やっぱあったかいコーヒーっていいね。あー幸せなんかすごいめっちゃ噛み締めとるわ。うん、あったかいだけでこんなにほんと違うんだな。で、まあ今ね、僕これサーバー載せてますけど、本来の使い方はコースターですから、マグカップとか載せてもいいと思います。だその場合は、さっき、マグカップ全体は最初熱いって話をしたじゃないですか。だから最初にこう外しておいて、ある程度、こう冷めてきて飲むのに適した、まあ例えば60度近辺になってきたら、乗せて保温をしておくっていう使い方が、まあいいのかなって思います。そしたらね、ちょうど飲みやすい温度を保ってくれるんで、うん、マグカップの使い方としてはそうでしょうね。最初から乗せておくとずっと熱いから。うん。いや、でも、ほんといいもんかった。満足。めっちゃ満足。コーヒーライフ、どんどん良くなってくな。